勝3名、最初の5番は直線になりました。3番の新田、3番の新田雄大が押し切った。そして7番、あとは2番の赤野が追い込んできまして、3着に入ったかどうか。12レース S 級の準決勝戦、芦澤選手が四方に起立しまして、もう一度レーサーへとまたがっていきます。